ございます。おはようございます。本日一日密着取材させていただきます宮島です。お願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。早速ですが本日のスケジュールについて教えてください。はい、今日のスケジュールはこんな感じですね。朝から夜までしっかりとスケジュールが埋まっているんですね。そうですね、ちょっと11時半から背景の打ち合わせあるんで、もしよければぜひ見ていってください。お疲れ様です。お疲れ様です。今お時間よろしいでしょうか。大丈夫です。ここに勤めて2年と聞きましたが、どんなお仕事をされてきたんでしょうか。そうですね、ゲーム内のアニメーションムービーや PV などの作画案件を主にやってます。ゲーム案件とか中心にやってますね。そうなんですね。では仕事をやってきて楽しかったことや嬉しかったことは何でしょうか。いろいろあるんですけど、いろんなセクションの方とおしゃべりできたのが嬉しかったのと、あとクレジットに初めて自分の名前が載った時は嬉しかったですね。こちらでは作品の背景に関して打ち合わせを行っております。美術監督さんをトップに部屋の中や外の風景など全ての背景を担ってくれるセクションになっています。今映っているのが美術設定とボードになります。こちらをチェックしながらカットごとの背景をどうするのかについて話し合いを行っています。シーンごとに背景が異なる場合は細かく確認をしながら話し合いをしていきます。美術さんの在宅のデスク周りを見せてもらいましょう。美術関係の資料がたくさんありますね。作品の世界観を担うとても大切な打ち合わせです。打ち合わせお疲れ様です。お疲れ様です。この後は何をするんでしょうか。そうですね、この後はさっきちょっとお話出てた、会議のまとめを出したりとか問題点をちょっと潰したり、足りなかった設定を再度メールとかで送りしようかなと思います。なるほど、打ち合わせをしたらそれで終わりではないんですね。そうですね、クリエイターの皆さんが作品に少しでも関われる時間を長くしようと頑張ってます。おや、休憩室に制作部部長の藤黒さんがいますね。お話をお伺いしたいと思います。あ、何お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今後の制作部の方針についてお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。はい、唐突ですね。はい、この4月から少し組織を新しく したので、まだ規模は小さいんですけど、ちょっと今までの既存のやり方とは違う新しい制作フローを取り入れた作品作りにちょっとチャレンジしていきたいなと思ってます。あとは、グラフィニカは他にもいろんな部署があります。で、拠点もたくさんあります。札幌、東京、京都、福岡、ここをハブとして制作部がつないでいろんなクリエイターを集めて仕事をしていけるようにできるといいなと思ってます。以上です。ありがとうございます。制作部一同頑張っていきたいと思います。頑張れ。どうやら作画のキャラクター設定と CG のカットの合わせに関して質問をしているようです。今回の作画ワークフローではブレンダーで当たりを置いてそこにかぶせ作画をしています。細かな流れはこのような形になっています。グラフィニカでは CG を使って早くレイアウトを切れるのが強みです。キャラクターに命を吹き込むのがゲンガマンさんですね。見慣れない画面ですが、普段どういったお仕事をされているんでしょうか。アニメーションプロデューサーをしながら、制作部のマネージャーをやってます。はい、ありがとうございます。こちらの画面はどういったソフトなんでしょうか。これは、ゲームアンリアルエンジンっていう、ゲームを作るゲームエンジンを使って今映像のチェックをしています。はい、アンリアルエンジンというと、3D のイメージがあるんですけれども、そういった3D ができる制作進行も今必要とされているのでしょうか。そうですね、時代も移り変わってアニメといってもいろんな作り方が今できているので、指示だったり作画だったり、いろんなことにチャレンジできる人がいるといいなと思います。
次に色彩設計さんと色指定についてお話をしています。作品においての全体的な色を決めるのが色彩設計さんです。その作品の世界観を合わせるための RGB の魔法を使って色を自在に作り出してくれます。主にカラーモデルや色指定表の作成を行っています。今はどういったお仕事をされているのでしょうか。今はリテイク作業を行っています。 iPad で作業されているんですね。そうですね、今は全部原画や削感作業、ティーペーションも全部 iPad Pro のクリスタで作業してます。はい、入社当初からデジタルで作業されているんですか。いや、自分は、1、2年経ってから先輩たちに教わってデジタル移行したので、デジタルだったりもクリスタ使ったことない人でも大丈夫かなと思います。塗り上がったセル、背景、3D データなどを組み合わせてムービーに仕上げる作業が撮影さんです。単に組むのではなく、撮影処理などを乗せて素材だけでは表現できないような特別な雰囲気を作ってくれます。ここで最終的な画面を作るので、最後の砦が撮影さんです。最後に撮影さんが1カットずつ出したムービーをつなぎ合わせて、視聴者が心地よく映像を見られるようカットのつなぎのタイミングやセリフのタイミングなどを判断して調整してもらいます。次はどこ行かれるんでしょうか。ちょっと遅くなっちゃったんですけど昼ご飯食べに行ってこようかなと思います。休憩お疲れ様です。次の予定は何でしょうか。これからラッシュチェックに行きます。なるほど、ラッシュチェックですね。てかラッシュチェックって何でしょうか。ラッシュチェックとは、撮影から上がったムービーを問題点やクオリティアップのための調整が必要な箇所がないか確認を行うことです。カットごとに細かくチェックするバララッシュと、カットごとでは気づけないカットつなぎや統一感の確認のオールラッシュがあります。このチェックを経て完成ムービーへとなっていくわけですね。今日の制作進行の1日はここで終了です。引き続きより良いものづくりができるよう、我々制作部一同は日々努めていこうと思います。